ウクライナの大統領は、ウクライナ共和国の国家元首たる大統領である。ウクライナにおける大統領職は、1991年8月24日のウクライナ独立に伴い制定された。最初の大統領選挙は1991年12月に行われた。なお、しばしば、ウクライナ人民共和国の大統領ムイハーイロ、フルシェウシクイを、 ウクライナ最初の大統領であるとみなす。これは、現代のウクライナが、同共和国の後継国家であるという位置づけが、なされているためである。ボロドイーム・イルビンヌイチェーンコやシモン・ペトリューラも、大統領と呼ばれることもあるが、同共和国で正式に大統領に就任したのは、フルシェーウシクイー一人である。また、ウクライナ国のパウロ・スコロパードシクイーは、全ウクライナの兵マンに選出されたが、 この国は共和国ではなく君主制の国家であるため大統領とは呼ばれない。ソビエート連邦時代の元首に関しても大統領とは呼ばれない。他のウクライナ系国家でも大統領職は存在しない。ウクライナの大統領の任期は5年で2期を超えて再選されることはない。副大統領職はなく大統領席が空席の場合首相が 暫定的に権限を行使する。ウクライナの大統領制は、フランスやロシアと同じく反大統領制であるが、これらの国と異なり議会の解散権を事実上、有していない。また、首相の任命に際しては、最高会議の同意が必要であり、最高会議が採択した内閣総辞職に関する決議は、大統領に対して強制力を有する。ありがとうございます。